こんちゃこんちゃ。この動画シリーズは大学で友達がいない一人の男水銀くんがアドレスという月額 4.4 万住み放題サブスクリプションを使い全国を旅するというドキュメント的なあれである。拠点生活します。こっちのカバンで行きます。見て、この前のやつに比べると、見てこのさ。人生初の多拠点生活にテンションが上がっているように見えるが、出発の時間が迫り焦り口調になってるだけ。新しいことを始めるときに聞く戦闘曲、挑戦者はレゲエ知らない人にもおすすめ。これを聞きながら駅へと向かう。最初の拠点に選んだのは大阪。ちなみに出身は京都。なんでそんな近いとこ選んだのって思った？いや、本当は僕だって東京行きたかったさ。でも数日暮らして忘れ物したってなるのが怖くて近場を選択したのである。1拠点目に選んだのは新世界 B 亭ザ・パックス。よくわからないがおもろい場所らしい。本当かな。僕のツボは深いぞ。ぬっという間に到着。なんだかおしゃれなドミトリー。この滑り台どこかで見た気が。そうだ、相席食堂で嶋佐が滑ってた。なんか感動。1階のフリースペースでパンを食べながら就活イベントに参加する。時々 YouTube 見て休憩したりね。リア友も YouTuber になって活躍している。応援してるぞ D-Mac。 時刻は19時22分。移動で少し疲れたのか眠気が襲ってくる。20時44分、ようやくイベントが終了。3時間も受けたら疲れるよ。ディナータイムにしよう。とりあえずね、就活終わって外出てきました。これがアドレスかっていう感じやな。今から松屋に行きます。食事はね、なんかそんなこだわらないんで、本当に安く済ませようっていうことで。この後の生活で松屋が大ごちそうになることをこの時は知る由もない。新世界商店街みたいなところに来た。シャッター商店街ですわ。新世界なのに旧世界みたいですね。数ヶ月後、この場所でとんでもない祭りが行われることをこの時は知る由もない。松屋通天閣店、お世話になります。本当に通天閣の横なんだよな、ここ。ここで家庭教師をしてました。オンライン家庭教師をしながら旅をしている。生徒募集中だから気軽に DM してね。時刻は11時。デュエマチャンネルの動画編集を始めます。もう一つデュエマチャンネルというのを趣味でやっている。ちなみにこの動画は結構伸びた。さて寝室へ。もちろん整理してから寝ますよ。身長 180.02cm ある僕でも頭を打たないというこの部屋、やりおる。さらに横も広め、ハンガーもあるということで快適度マックス。鏡は電気もついてて窓から光もいただける。これは最強すぎるでしょう。高評価お願いします。あわよくばチャンネル登録も。ではでは、またコメントにて感想を教えてね。それではポヤシミ、また明日。